8月上旬ですね、お客様の、ところをですね、巡回をしてまして、特に意識はしてなかったんですけれども、気づいたことがありまして、例えばたまたま8月の6日はですね、もう15年以上お世話になっている、京都府の、某業界のですね、超優良企業さんですね、とか、あるいはやっぱり15年以上お世話になっているある、業界団体様などに訪問してたんですけれども、私がですね、お付き合いいただいている企業様をいろいろ振り返ってみると、それぞれの業界のですね、中で、オンリーワン的なですね、存在の素晴らしい企業さんがですね、かなりいらっしゃるんで、いらっしゃって、改めてそういうことに気づいたということがありました。あとは、15年以上とかですね、そういった長期にわたるお付き合いをいただいている、会社が多いということにも改めて気づきまして、感謝をいたしております。